先頭にバットマスター新一、さあ今年初石だったかどうかにバットマスター、内側から大きい前輪かかる、前輪かかる、しかし2番のマスターが抑え込んだ、マスターが先頭、2番手が大きい、3番手から最後は5番の阿部剛になりますが、池田がその内側滑ってくる、わずかにマスター新一、山田達也が先頭に浮上、森達也2番手交代です。しかし唯一圏は安泰です。3番手6番の中野の人という体制になりました。ここも地元の2人が唯一を決めます。山田達也1着、人気両者先頭に待って、2番の墓も粘りましたけれども3番手屈しました。その後5番の青木が4番手となっています。4番のマサルナ堂々の連勝で、これで3場所連続の優勝戦となりました。さあ石澤和彦、2015年11月以来久々の優勝なるかどうか、粘っている石澤和彦、3番の深谷が3番手から最後2番手浮上なるかどうかでありますが、石澤がいっぱいに粘っている深谷3番手、見事スーパーハンデ克服、永井大輔。11レース締め切りました。広がる川口オートレース場、今日は天の川見ることができるでしょうか。七夕決戦となりました。頂上決戦はオール地元勢注目の戦いとなります。ゼロ班には増田新一と牛澤和彦、20メートル増春菜、森勝之、大木光、山田達也、若井智和、そしてスーパーハンデから永井大輔、依然として熱走路のコンディション、このメンバー相手にこの位置から優勝なるかどうか。長い、その長いを抑えて3連単ではわずかながら頭で売れたのは3番のマスハルナ、3連続優勝、復帰後初優勝を狙います。12レースの発走でございます。ブルーランプ消えました。スタートまでは3秒前。12レース優勝戦スタートしました。ゼロのスタートはアウトコースから
内沢和彦で疑うが、マスタも残そうとする。マスタが残していった枠なりスタートになった。その後ろ20メートル3番マスが行く。そして前は内沢がインコース狙ったがいけない。マスタが抑え込んだ。インコース6番の山田達也が長い距離行ったが、4番の森勝幸が開けていく。3番のマスはたまらず交代。マス春菜が下がっていく。長井大輔現在6番手に上がりました。3番のマス春菜一気に最高峰あたりまで交代しています。1番の増田慎一が先頭キープ。内沢が2番手。ゼロ班の2人がどこまで見せ場を作るでしょうか。6番の山田達也も久々の優勝に燃えています。7番の赤井がついていく。長井は現在5番手あたり。4番の森がその後25キロ並んでいます。先頭は1番の増田慎一。増田慎一は超久々の優勝がかかっております。2番手が2番の内沢和彦、復帰後初出場になったが、さあそこに6番の山田達也。山田達也が狙っていく。さあゼロ班の壁に飛び込んでいく。6番の山田が2番手上がった。内沢和彦をさばいた。6番の山田が2番手に上がりました。7番の赤井4番手。8番の長井大輔どうでしょうか。ちょっと苦しいか。現在中段5番手だ。残りは2周。さあここで決定打を繰り出す。6番の山田達也が堂々と先頭だ。増田慎一2番手に交代。3番手から若井です。燃える闘魂若井が上がってくる。現在3番手長井大輔ちょっと泣きが入ってきた。現在5番手から4番手あたりブルーフラッグ残り1周回です。強い強い山田達也さん帰ってまいりました。これは2015年11月以来久々の優勝が見えてまいりました。6番の山田達也先頭だ。2番手1番の増田が粘っている。3番手が7番の若井だ。通算13回目の優勝山田達也。久々の優勝を味わいます。地元28期山田達也やりました。鋭いさばき。今回は2日目に勝った時もなかなかの動きでしたけれども、そこからさらに攻めの調整整備に入りました。それが実ってさらなるスケールアップしたエンジン。そしてこの優勝戦も自信を持って臨んだのではないでしょうか。終わってみれば衝撃。山田達也2015年11月以来13回目の優勝ということになりました。今日はいたぜ。今日はいたぜ。いたぜ。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。いやね、だから下回りやれって言ったんだよ。だからやれって言わないかよ。絶対このクラブは多いあの時全力で止めてなかった。おめでとう。素晴らしい。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。たつおめでとう。ありがとうございます。ありがとうございました。あーまだおめでとう。ありがとうございます。おやさん、おやさん、おやさん、いいっすね。行きます。いや強かった。柴山選手と写真撮ってますよ。師匠の肩を組んでいました、はい、柴山選手もね誇らしいでしょうね、うん、いや山田達也選手本当に強かった、はい、まあ、あのバッシーポイントではね、はい、山田選手挙げていただきましたけれども、はい、まあその仕上がりの面では十分チャンスありそうな気配でしたよ ね。仕上がりは良かったですね、スタートさえちゃんといければという感じだったんでしょうか。ちょっとそれがねネックになっている時もありますから ね。お、自転車で登場したのは高橋選手ですね。あの初日にね山田選手に勝って、うん、高橋選手 そ、ね、それで40万車券出しましたけど、やっぱりなんか28期の同期愛素敵ですよね。素敵ですね、はい、本当にね。久々のウィニングランということになりました。優勝でのウィニングランです。すごい短冊通り。そうですよ、はい、短冊はもう優勝昨日それを書いてたんですよ、はい、で1枚目書いてた時に、ええ、なんかちょっとちっちゃく書いちゃって、はい、これじゃちょっと弱々しいから書き直したいって、うん、でまあ、ぜひなんか面白いこと書いてくださいっていう話をしたら、いや優勝でいいって優勝って書いたんですね。最初に書いたのもやはり優勝だったんですね、うん、優勝だったんです。ただなんかちょっと左かなんかに寄っちゃって、ちょっと弱々しく見えるからっていう話だったんですよね。いやいいですよ、ね、力強く書いて優勝できました、前回雨での優勝だったんですがこれ、あ、はい、はい、嬉しいでしょうね両走路、しかも熱走路ですからね、
でもあの山田達也選手今年の輸出回数がもう9回目だったんですよ、うん、で最近の中でも非常に多い優勝回輸出回数で、はい、今年去年あたりからですかね、うん、今年あたりですかね非常にこう良くなってきてましたよ ね、 うん、動きがいいですよね、うん、なんかあの今節もだいたい朝練習良くない方が合うなんて話をしてたんですけれども、うん、今回良すぎてちょっとそれが不安だなんて話も出てましたですよね、うん、はい、お土産ついてる